どうも皆さんお久しぶりですね。ランクが自重で落下するマックバイキンです。今回ご紹介するヤガンはね、 G&G FN F2000 を紹介していきます。にゃんにゃんにゃーん、ミーはその銃は SC3000K って聞いたにゃー。あとミーは HH の熟女が大好き。 FN 社公認のエアガンです。2020年9月18日に流通しているものをご紹介していきます。初速は1080とかで安定しているようですね。全長 710mm、 重量は 3350g、 マガジンの大きさはだいたい遊戯王カードを2枚縦に並べたぐらいの大きさですね。インナーバレルの中を見るとインナーバレルがあります。では FN F2000 打っていきたいと思います。マガジンを入れてチャージングハンドルを引いて、おお、いいですね。では打っていきたいと思います。 Going hot。朋友是一个なんかバック境っぽいな。でもなんかそれなら思いますよ。だってあのヘッドホンもヘッドホンもっていうか、そうそう、あやれもつけてるし、ヒゲもついてるしね。ヒゲもついてる、完璧なんだよなマジで。ゴーグルちょっとね、銃のアングルをいくつか撮ろうか。あちょっとこっちも大丈夫、こっち来れる。で今度は正面から撮るから、パルスイールじゃない、あごめんなさい、ちょっと入んないだひょこって出てこない、ひょこって。あ、マガジンの大きさ、マガジンの大きさ、あ、ちょっと場所を変えさ、あっち、あっちの方向で適当に打って、そうすると多分この辺でマガジン投げするから。あー、オッケーオッケー、ちょっと、ちょっと思うで、じゃあ思うで、何してんの、めっちゃビクビクしてる。なんでビクビクしてんの。おっ、マガジン消えた。前見なくない、オッケー、マガジン、マガジン取れた、マガジン取れたら、あ、これちょっと待って、やばい、言う、あの、あ、ラ、ラド終わっちゃう、あ、あの、殺しちゃう、俺のこと、俺のこと殺しちゃう、人質死んでるし、勝っちゃったよ、おい、勝っちゃった、おい、人質死んでる、なんでここに置いてあるの、人質死、なんで C4、どういう、なんで、一応
番最初にセットしといたの。ああ、何それ、いつでもラウンド終わらせられる。そう、すぐ終わらせられる。信じられねえ。これ、秒で死ねばいい。これ、秒で死ねばいい。そう、あの自殺してもらえば。あ、人質殺せばいいか。あ、そうね。どっちが先に人質殺せるか。Ready?ファイト。おー、くそ。よっしゃショットガンだった、俺。よっしゃ見てこ、あはい、どういうこと、なんで T ポーズしてんだ。人質死ぬっていうんすか。お喜びで、お喜びである。そしたら殺す側あのチームがいいか。そうね。あ、知ってる。すごい、今なんかめっちゃぽかったんだけど。え、秒で、秒で。これカットしてさ、無限ループさせたらさ。あー、確かに、確かに。まあパッて向いて、普通にポンって殺しちゃっていいや。あの、ピストルに切り替えて。うん。え、行くよ、じゃあ。うん、いいよ。はい。あ、あっなんだよ、すんだよ。マジで。下手くそよし、取れた。オッケー、これで最後に Going Hard で、うん、で、てかフューズ GoPro ついてるんだ。あ、そうそうそう、頭についてるです。ちょっと待って、おー、確かに。あ、で、ちょっと待って、一旦、うん、うん、そうね、そしたら捨てでいい、次捨てでも大丈夫かな。あ、そうね、そうね、捨てでいい、次捨てで大丈夫かな。 Ready? Fight! めっちゃぶっ飛んだ。マジで、あれだよね、見た目がさ、なんか神々しかったよね、今ね。これギネス記録だろ、これ。真珠の一人で飛んだばっかでギネス記録だろ、これ。あ、ちょっと待って、一発で死ぬように。あ、半分ぐらい。これ多分いけるはずだ。オッケー、トンさんいけ。もう。あ、ぶっ飛びすぎた。嘘。めっちゃ吹っ飛んだんだけど。もう一回やればいいんじゃない。うん。これどっち勝っても一緒。あれこれ、でも作戦は分かったから、うん、そうね、捨てでいいよね。捨てでいい、捨てでいい。さあ準備はいいかい。はい、なんか人質早殺しなさい。Ready? ファイト。はい、いや、なんでそんな。あ、ちょっと待って、二人ともTポーズ。処理が追いつく前にこう言ってる。そうねーな。